ここからは、延岡市政タイムの時間です。この時間は、延岡市の提供でお送りします。今回は、震災から4年、延岡市の災害対策と題して、延岡市役所総務部危機管理室、深田祐志さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、東日本大震災から丸4年を迎えましたが、この震災から学んだ教訓や課題について、いくつかお伺いしたいと思います。 まず東日本大震災ではよく想定外という言葉が聞かれましたがこれまでの防災対策の想定を超える自然災害の備えが必要と考えますがこの点いいかかがでしょうかはい、東日本大震災ではこれまでの想定をはるかに超える地震・津波災害が発生しましたそのため防波堤や堤防などのハード的な対策のみでは防災対策に限界がある とということが分かりました、はい、延岡市では将来発生することが懸念されております南海トラフ地震対策につきましてこれまでのハード対策に加え津波避難場所の確保や避難路整備などの命を守るために避難することを対策の柱に据えた施策の展開を図っているところでございます、はあ、そうなんですねでは津波から逃れるためには何が大切なんでしょうかはい、えー、まず 日頃から津波災害に対すする理解をしておくことだとだ思います、はい、本市では防災講話や避難訓練の時に津波を正しく恐れることを説明しています、はい、例えば本市の最大津波高さは1 4ルとされていますがこれが全ての海岸にこの高さで到達するわけではありません、はい、また津波が陸上に浸水した場合 土地の高さや地形によって浸水の深さは同じではありません。まずはお配りしております津波ハザードマップをご覧になって正しく理解することが大切です。なるほど。まず正しく知ることですね。ではその次に大事なことは何でしょうかはい。津波から逃れるためにはまず近くて高いところに迅速に避難するということです。時間に余裕があればさらに できるだけ高いところに避難し、命を守るということが大切です。過去の津波浸水想定では、津波が来ないとされていた地域に、津波が押し寄せ、津波はここまで来ないだろうと考えていた方々が犠牲になった事例もありました。はい、昨年、本市が制作し、全世帯に配布した津波ハザードマップをご活用いただき、自分の住んでいる地域やよく行く場所が、 津波浸水想定区域内にあるのかまた津波の深さはどれくらいなのか津波避難場所はどこにあるのかをご確認いただきたいと思います、はいまあ、すぐに避難することは大事ですけれどいざとなると難しいですよね、はいえー、東日本大震災では釜石の軌跡ということで多くの児童生徒や 地域住民が一緒になって津波から無事に避難できたことが大きく報道されましたが、はい、これが実行できた理由として日頃から避難訓練を徹底的に繰り返し行い地震が発生し津波警報が発表されたら条件反射的に避難行動に移れるようにしていたということがわかりました、はい、本市におきましても沿岸部の各地区の自主防災組織が毎年津波避難訓練を実施しています 地区によっては目的意識を持って、例えば夜間に避難訓練を行ったり、高齢者や身体に障害がある要配慮者を支援しながら避難する訓練を行っているところもあります。このような避難訓練を地道に繰り返し実施していくことが大事だと思います。はい、あの早く避難するためには、車を利用した方が良いんじゃないんですかはい。 東日本大震災では、はい、早く逃げようとして車を使って避難した結果道路が大渋滞となりましてそこに津波が押し寄せ多くの方が犠牲となりましたそこに車で避難することについての課題が浮かび上がりました、はい、また、えー、車避難で多くの犠牲者が出た一方で高齢者の中には救われた命もありました過疎化が進む地域では 車は生活に不可欠です避難に車をどう位置付けるかは地域の避難訓練によって避難のルール作りが必要です地域によって変わってくるんですねではいざ自分が避難しても家族や近所の人も心配ですよねはい、えー、一度避難された方が親や兄弟などの家族を迎えに行きまして犠牲になられた事例も数多くございましたはい、えー。本市では 日頃から家族で避難場所についてよく話し合い例えば自宅で津波に遭遇したらとか学校や病院、職場だったらというようにケースに分けて決めておくようにとお話ししています、はいえー、また避難救助の支援をされた方こういった方も犠牲になった事例もありましたよね。はいえー、高齢者やや障害ののある方の避難支援をされた民生員や 消防署員、消防団員、区の役員さんたちの中にも、救助中に津波の犠牲になった方がいらっしゃいました、はいえー、これにつきましては、避難訓練によりまして、救助の役割分担を作っていくしかありません,ん、まあ、地震や津波に限らず、昨年は広島では大規模な土砂災害がありましたし、その他にも全国各地で大規模な災害が起こりましたよね。はい 昨年は大雪による雪害に始まり夏から秋にかけての大雨や台風による洪水や土砂災害地震につきましても季節に関係なく発生いたしました、はい、代表的なものといたしまして7月30日から8月10日にかけて襲来した台風11号12号による大雨で増水した川に流されたり土砂災害に巻き込まれたりして 全国で6名の方が犠牲になりました、はい、8月20日には広島市においていわゆるゲリラ豪雨により発生した土砂災害で74名の方が犠牲になりました11月22日に発生した長野県北部を震源とする地震では、まあ、共助の精神ということで、えー、死者の被害はありませんでしたけれども重傷者10名軽傷者36名が報告されています、はあ まあこういったさまざまな災害に対して延岡市ではどのような対策を取っているんでしょうかえではまずは地震対策について教えてください。はいえー、地震対策としましては阪神・淡路大震災において倒れた家具に挟まれて身動きができなくなった方がいたり耐震性を満たしていない木造住宅が倒壊して犠牲者が数多く発生したことの教訓から 家具の固定やガラスに飛散防止フィルムを貼るなどの身近な対策から耐震診断や耐震補強工事などによる耐震性の強化をおすすめしています、はい、では続いて津波対策はいかがでしょうか、はいえー、まずあの津波の避難路なんですけれども、はい、平成23年度から、えー、指定緊急避難場所までのお津波避難路整備につきまして 共同共感津波避難路整備事業によりまして、本年3月末には52路線が整備されます。はい。それから、津波から命を守るための指定緊急避難場所も、今年の1月末現在で404箇所を指定しました。また、命をつなぐための指定避難所も80箇所指定をしております。さらに、高齢者や障害がある方などが避難する 福祉避難所も13施設と協定を結んでいるところです、はい、指定緊急避難場所まで行く時間が津波の到達時間よりも長くかかり避難が困難な特定津波避難困難地域を7地域推計しましてそのうちの2地域につきましては津波避難タワーを整備また3地域につきましては既存の公共施設に 外階段を設置するなどの改修2地域につきましては高台までの津波避難路の整備を計画しておりまして、はい、いずれにしましても平成30年までには完了する予定でございます、はい、また先ほどの教訓の中でもお話し,しましたが昨年3月に南海トラフ地震を想定して各地区の陸上での津波の深さや津波避難場所を記載して作成した津波ハザードマップを 4月に、えー、に全配布をしております、はあ、なるほどあの、先ほどから、えー、指定緊急避難場所と指定避難場所という避難場所についてこう2つの言い方をされているんですけれどこれはどういう違いがあるんでしょうか、はいえー、まずあの指定緊急避難場所につきましては以前は一時避難場所と呼ばれていた場所で、はいえー、命を守るために1日から2日くらいの滞在期間を想定しています。はい また指定避難所につきましては以前は長期避難所と呼ばれていましたけれども、えー、津波で住む,住む家がなくなった方が、えー、仮設住宅等に移るまでの三ヶ月から半年くらい生活する場所のことですあそうなんですねでは続いて風水害対策についてはいかがでしょうかはい、えー、風水害につきましては平成十七年の台風十四号や平成十八年の 竜巻災害以来大きな災害は発生していませんが洪水対策につきましては国や県が河川堤防のかさ上げ及び宅地のかさ上げを行っています本市としましては市民の皆様に避難情報を正確に伝えるため予測雨量や河川の水位ダムの放流量などの情報をリアルタイムで収集し国や県気象台やダム管理者 などととの防災機関と密接に情報交換を行っております、はい、また来年度には本年度に整備しました土砂災害情報システムによりまして土砂災害警戒地域や避難場所などをまとめた地域ごとの土砂災害ハザードマップを作成し対象地区の世帯に配布する予定で,す、はい、では日頃から私たちが心がけておくことは何でしょうか はい、災害全般に言えることですが必ず非常持ち出し品をリュックサックなどに入れておき住宅の持ち出しやすい場所に置いてください、はい、そして避難する場合それを持っていくようにしてください避難訓練に参加する際も同じ行動をとっていただきたいと思いますそれから地域で開催されるお祭りなどの行事に参加し隣近所の方と良好な関係を 気づいておくことが教助の意味からも大切です、はい、地域や学校、職場で開催される避難訓練には必ず参加するようにお願いしますその時に自分が普段いる場所でのそれぞれの災害における避難場所を確認しておいてください、はい、家族が一緒でない時に災害が発生する場合を想定して家族がバラバラで避難した場合の避難場所や家族の安否確認の方法 危険がなくなった場合の集合場所などを普段から話し合い、お互いを信頼して避難できるようにしておいてください。非常に広い地域に大きな被害が及ぶ大災害の場合、食料などの支援物資がすぐに届かない恐れがあります。そのため、ご家庭で1週間程度の、例えば即席麺とか飲料水などの非常食の備蓄をしておき、消費期限内に使い切り、 消費したら、そのもを購入するという、家庭内備蓄もお願いしたいと思います。はい。やはり日頃から訓練を繰り返して、すぐに行動することや、避難場所などについて、家族で話し合っておくこと、これも大切ですねえ。今日はお話をいただきましてありがとうございました。今回は震災から4年、延岡市の災害対策と題して、延岡市役所危機管理室の深田由志さんにお話を伺いました。以上、延岡市政タイムでした。